昨日鳥取県琴浦町の河口で見つかったジンベエザメが今朝死んでいるのが確認されました。琴浦町の河口付近に迷い込んでいたジンベエザメは今朝午前6時半ごろ県の職員が死んでいるのを確認しました。全長5メートルほどのオスで尾びれに傷がありました。すでに引き上げられ標本にするために顎の骨を採取して明日以降土に埋めるということです。